え家にいいいるるはなるべくパジャマでいたいでたすねどうもこいこいです。えー、今日はですね、プログラミングで挫折する人ということでやっていきたいと思います。まあいろんなパターンがあると思うんですよね。まあそもそも勉強しようと思ったけど全くやらずにできないっていうまあ単純なパターンの人もいますけどまあ結構私が目にするのは部品にこだわりすぎちゃう人ですね。 なんか部品の勉強しすぎちゃう人って結構詰まってたりすることを見かけることがまあそこそこありますねまあ部品って何かってことなんですけどまあ今回このプログラムを書いてまあ何かを作ったっていう工程をまあ自転車の組み立てだと考えた場合にまあ部品ってのはこのハンドルだとかサドルだとかペダルだとかまあそういったものですねまあそういったものをこう組み合わせて自転車ってできるわけですけどまあそれに今回例えてお話しようと思いますまあ例えばまあエクセル VBA で言えばまあ法文だとか異分だとか まあ配列だとかって、まあそういうのがまあ部品ですよね。サドルとかペダルに当たると。で、まあそれらを使って自転車組み立てると。で、Python で言えば、まあ例えば Pandas だとか NumPy だとか、まあそういったものが部品にまあ当たるわけですね。で、もちろんそういった部品の知識って大切なんですよ。それ知らないとあの自転車って組み立てられないんで大事なんですけど、ちょっとそこに深入りすぎちゃってるっていうことですよね。組み立てることがなんか後回しになっちゃってるっていうタイプの人もいるんですよね。で、まあ極端に言えば、例えばペダルの勉強しましたと。そしたら、あ、ペダルってこういうもんなんだって言って、 で、まあ他のいろんなパーツを勉強して、組み立てればいいんですけど、あの、深入りしてペダルの材質を調べたとか、なんか歴史、ペダルの歴史を調べて、なんか前はこういうペダル、最近はこういうペダルなんだとか、で、なんか資料館にもちょっと行ってきて、さらにあの、知識が増えましたみたいな、まあ、極端に言えばそういう状態ですね。で、まあじゃあハンドルの歴史はとか、そんなんやってるうちに時間費やして、なんか一生作れない気がするって言って、まあやめちゃうみたいな、まあそういう話ですよね。で、実際私も今まで見かけてきた人だったら、まあ Excel VBA で言えば、まあ、例えば、本で、あのまあ、さっき言った法文とか、いふ文とかの勉強はするんですよ。ただ、本読んでるだけで知識はついてるけど、全く書けませんっていう状態にまあなったりするわけなんですよね。知識は豊富だけど。で、の AI の世界に私、今いるんですけど、そっちでもやっぱり同じようなことって起こるんですよ。AI の世界でも、やっぱりこの難しい資格とかあるんですよ。結構、あれて名前は出しませんけどで、それは持ってますと、一生懸命勉強したんです。でもももじゃあ AI 作作っっってててくださいい言っても何も作れないんですって 人っているんですよでそれで結構こんな知識あるのに何もできないんだよなってこう悩んでたりするんですよね、まあ、なので自転車そのものの知識とか部品の知識は豊富だけど組み立てることができませんっていうことですねでもちろんそういった知識をちゃんと蓄えてから徐々に組み立てる練習をしてできるようになりましたっていう方もいるのでまあ、一概にこのやり方が絶対ダメだっていうわけではまあないんですね、まあ、ただこのそうやって悩んでる方もそこそこ見てきてるのでじゃあこういう人たちはどうしたらいいかっていうとまあこれももう簡単なことなんですけど本当に ガタガタでもいいから。いっ 組みみ立てててよよようよってことなんですよねもうボロボロでいいんで,で部品の知識も曖昧でいいからとにかく一体自転車を組み立ててちょっと走ってみようよっていうことですよねそれ結構大事なんですよ専門家から見たらねもう笑われちゃうような自転車かもしれないけど、まあ、それでも30点でもいいからまずは全部作ってみると例えばこの自転車みたいに例えばハンドルがよくわからんとだから一回ちょっとちく,ちくわに棒,棒にちくわ入れて一回ハンドルにしてみたとかサドルちょっとわかんない から1回粘土で作ったやつにしてみたとかもうそんなんでいいから作ってみるとでそんなものでもあの出来上がると結構達成感あるんですよで出来上がるとやっぱね愛着が湧いてくるもんなんですよねそうするとだんだんこの30点の自転車をあの乗ってみてあの40点50点にしようかなっていう気持ちが出てくるんですよまちくわちょっとこのぬめぬめするからちょっとハンドルの勉強するかなってそこでハンドルについて深掘りしていくとかこの粘土もねこお尻についちゃってって言ってねちゃんとしたやつにしたいなって まあ調べててくってことで、まあ、だん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 その細かい部品の知識がついていくっていう風になるんですよね、まあ、それが一番手っ取り早い方法だと思いますね私は少なくともそれであの覚えてきましたプログラムは、まあ、なので、まあ、とにかく自分の作りたいものを1回点数低くてもいいから作ってみるってことですね完璧主義にならずに30点でいいからとでそうするともう一つ問題があって結構その作りたいものが僕ないんですっていうパターンもあるんですよねでそれに対しては私は私いやあると 思いいますよっていうのののが僕の中の答えなんですよでもちろんその自分が作ったものを例えば人に見せるとか例えば何かこの転職する時にこういうものを作りましたっていうそういうハードル上げちゃうとなかなか作りたいものがないと思いますけどこの本能に従ってこの胸のの高りりだけでで作りたいものって絶対あるはずなんですよ例えば最近私がプライベートで作った、まあ、動画とかでも見せてるやつだとこの人の目の交際のにあの車輪が埋め込むっていう AI を作ったんですよ。 これって僕心の底から胸が高なって作ったものなんですねで人からすればこんなしょうもないものよく一生懸命作りますねでも僕は楽しくてしょうがなかったんですよそういうものってあると思うんですよでまあ最近もなんかオートレースの AI とか作ったりとかなんかその自分だけが面白いと思えるものって絶対あると思うんですよねで例えばアニメが好きだったらその好きなアニメのキャラの画像を例えば10万枚自動でダウンロードするとかねでまあ例えば好きなアニメのキャラが2人いるんだったらそれを2人を分けてフォルダーにあの 自動で入るプログラムを書きたいとかでそういった、まあ、人に見せるのはちょっと恥ずかしいけど本能に従ってこれ面白いなテンション上がるなってものって絶対あるんでそれを作ればいいと僕は思うんですよね。 でまあ、そういったものを作ってるうちにもう嫌でもこの最短ルートをたどって30点のガラクタみたいなのがまあできるんですよでそれに愛着が湧いてだんだんその点数上げていこうってなると結局部品の勉強し始めて部品の知識もついて最終的にちゃんとした自転車ができていくよねってことででさらにその過程がめちゃめちゃ楽しいってことになるんですよねこれが一番いいと思います信じているのは胸のときどき胸のときどきだけー ってまあこれが言いたかっただけっていうことですね。はいまあ、ということでね、まあ、何か作ってみるのが一番手っ取り早いだよっていうことなんですけど、まあ、あの部品の知識ばっかり高まってなかなか自転車組み立てられないんだよなって人は、まあ、一つの方法として参考にしてみるのもまあ,ありかなと思います。もちろんその人それぞれ合う合わないがあるんで、まあ、俺流のやり方があの見つかるのが一番いいんですけど、まあ、一つの手段ということで今回はお話しさせていただきました。 まあ最後ちょっと余談ですけどあの AI の世界とかでもあのやっぱり一連の流れで、まあ、データを集めるとかでそれを加工する AI に学習させるで学習した AI を例えばなんかこのラズパイとかってなんかこう小型機みたいのに乗せて実際に推論できるようにしてみるとかでそれをなんかデータをクラウドに貯めて,る貯めてみるみたいなもう簡単でもいいから何か作ってみるとあようやく見えたと今まで勉強してきたことがようやくつながって楽しくなってきたってなる人っているんでぜひ、まあ、何か作ってみるといいんじゃないかなと思います。 はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。